3、2、1、0。スコットです。アマワールドアムアムゲスト大自然しんちゃんです。おはようございます。大自然しんちゃんです。あまり汁吸ってないとか、そうそう、お前お前ひどいですよ、ね、今回やるゲームスリルです。きた。今回挑戦していただくゲームはスリル。まず2つの箱どちらかにスタミナの1万円が入っている。挑戦者は2つの箱のうちどちらか1つを選び、その箱に1万円が入っていればもらうことができる。万が一1万円が入っていない箱を選んでしまったらもらうことができない。しんちゃん、はい、スリル挑戦されますか？もちろんしますよ。ありがとうございますしていただけるという。いや、その質問しなくていいですよ、そんな。一応ね、一応断る権利もあるから。いや、頭おかしいですよ。それではスリル始め。あったこれ。どんどんみたいな音がそうな。はい。ああ。ランチボックス、お弁当箱ね。まあこれぐらいのサイズですもんね、うん、多分一。そうだね。ちょうど。ちょうど入りましたね。ちょうど。ちょうどだね。入りました。ちょうど入った。パサって。うん。パサって、いや、スポッって入ったかな。ああ、なるほど。これは、はい。あれですか、このど真ん中に貼ってるんでしたっけ？これもど真ん中。で、こっち。こっちが下だね。こっちに貼ってある。ああ、なるほど。これもこっちに貼ってある。ああ、はいはいはい。この蓋の裏とかじゃなくて。結構、ちゃんと真ん中に貼れました。真ん中だね、結構真ん中に。ちょっとずれてもうたみたいなとこありました。ああ、でも、ずれてない。結構まあ、なんとなく真ん中には貼れてるんじゃないかなって。ああ、なるほど。うわー、全然僕に何質問してもらっても、いいですか、うん、1万円僕がもしこうゲットしたら、はい、ちょっと厳しいですか今月。いやー厳しいね。まあそもそもバイトをしてきて、雇いのバイトしてきたお金を入れてるから。あー、なるほど、うん、スリルのために働いてくれたんですね。そう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 。うわー、マジでこの2択って一番むずいんですよね、実は。いやー、そうだね、もう、一番やっぱりシンプルに悩むよね、2択って。はい、一番外しやすいですし。うんうんうん、かー、今こっちにしようかなって、思ってます。あ、ファースト、こう、インスピレーションみたいなのは。はい、そんな出てこないですか。ファーストインスピレーションははこっちなんかなっていう。こっちにお弁当箱ねしましょうかね。あ、もう決めちゃいます、うん、あのファイナルスリルって僕が聞いてファイナルスリルって言っちゃったらもう帰れません。あー、なるほど、うん、帰れないんで全然。ファイナルスリルならファイナルスリルで。うわー、うわこっちですか？こっちに入ってます。あー、でもそっちは結構、はい、考えた、入れようかなって。考えた、うん、考えたけど、うん、みたいなことですか？めっちゃ考えた。こっちに入れようかな考えた。あ、だからその始める前に、うん、そうそう、始まる前にこっちにしようかなって、うん、一番最初に。そうそう。でこっちにしたんですか？それはちょっとあんまり答えられないけど。うん、うわ、じゃあこっちも持ってるよ。あ、いいですか？うん。うん、あ、それだとその状態だと大丈夫。でこう開けなかったの？開けな、うん、
ノックとかしますか。ノック大丈夫。ちなみにしんちゃん、はい、その1万円これゲットしたら何に使う？これちょっと今、うん、M1 の時期なんで。 M1 ね、はい、準々決勝残ってるもんね、はい、体調を崩さないように、はい、栄養の高いなんかその野菜ジュースとかを毎日飲むようにしたから。あー結構高めのね、はい、いいやつだ。やっぱね、その健康気遣ったらちょっと値段上がってくるんで、ね、はいはいはい、食の。もうしんちゃんね、体調崩しやすいってロジャー言ってたから。そうそう、体弱くて、ね、めちゃくちゃこの図体で。そうなんですよ、体弱い。インフルエンザ1ヶ月で2回なったことがある。あれだね、 A と B になったみたいな。そうです、そうです。散々でした。いや、マジで欲しい。うわー、うわ、何聞いたら引き出せるんやろ。なんとかヒント出てない、あんま。今まだちょっと分かんないですね。マジで、はい、スイルって、はい、ヒント転がってるから。ほう？別に俺も意図的に出してないけど、はい、絶対にどっかにヒントは転がってるはずなの。俺の発言に。あ、いや、なんかその壁に、壁になんかそのお弁当箱とか書いたやつはないよ。あ、ないですね。うわーみたいな言わない。じゃないですね。箱の裏とか、地雷民ケースみたいな。そんなはないけど、やっぱ俺の発言でヒントは転がってる。あー、もう言うて、なやみたいな、後で見たら、そう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 、もう言うてるやんみたいな。みたいな、うわ、ことってやっぱあんの。なるほど。うん。ほんとよく探して。俺もでもほんと、出さないようにしてるけど、なるべく。探せば見つかるはず。どっちの手で入れました？お札はどっちで持ちました？右。ちょっと入れた時の感じやってもらうことってできますか、その箱に。ああ、でもこうの、はい、こうかな。おうで、おー、こうやってちょっと押さえて、はい、で押さえて針につけて貼ってみたいな。貼って、うん、テープで貼って、テープで貼って入るかな今ので、はい、こうやってやりましょうね。今ちょっと広めでしたよね。まあまあまあ、うん、おー、古畑。古畑。古畑だったらもう先にね、正解が分かってる状態から始まるもんね。そうだね、犯人分かってる状態から、分かってる状態から。うわー、こっちこっちだと思ってたんですよ、僕ずっと。ああで、この押さえてる時もなんか狭いなと思って、最初この置いて、うん、こう、はいはい、こっちにやるとしたら別にこなんかポンポンみたいな感じでいけそうやのに、こう押さえてはったんで、うん、こう狭いからこっちの方が、はいはい、こうやってこうやって狭いからやったんかなみたいな、うん、最後こう押さえてるとき広かったからこっちなんかなとちょっと揺らいじゃったというか。はい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 、はい、じゃあヒントが今出たかもしれないってことよね。はい、可能性あるな。でもそうやな、こっちっぽいな。もう僕こっちにしますよ、お弁当箱。はい、なるほど、もうこっちにしますよ、お弁当箱で。はい、ファイナルスリーちょっと待ってください。うわー、その今まで出ためっちゃ良かった質問とかってあるんですか？なんかあるかな。どっち選んでほしいですかとか。あーあー、いや確かに困るんだよね。うわー、ちょっと待って、どうしよう。そのちょっとこんなの聞いていいか分かんないですけど、どっち選んでほしいですか？自分で導いたみたいな。したけど、う
わこの答えマジ悩む。嘘つくか本当のこと言うかってことだもんね。要はそうですよ、こっちからしたら、はい、こっちから、あ、選んでほしい、こっち、うん。わかった。わかった、なんか。わからなくなりました。何がわかるかがわからんまま質問しちゃった。いやでもこっちもね、やっぱりそのどっちとか言われると困るね。なんかずっと触ってて、これお弁当箱なんかみたいな気にしてきましたね。これお弁当箱。そうですよ。ミニ四駆のパーツ入れる。あ、確かに。これもう決めちゃっていいですか。もちろん。ほんまにもうこっち選んでほしいんですよね。そうだね。お弁当箱。はい。やっぱり、はい、もうずっと言ってましたし、僕ドラクエ5でもビアンカ選ぶんで、はい、それをずっと昔から。いや、こっちクローラーってこと。そうです。こっちクローラーですね。こっちビアンカ。僕からしたら分かんない、そう分かんないんだけど、ビアンカ昔からのみたいな。ああ、なるほど。幼馴染じゃない。幼馴染なんね、ビアンカ。急に出てきたなんかその綺麗な、綺麗な、なあ、お嬢様。こっちやっぱ荒々しいビアンカっぽい、なんかそのやんちゃというか。ビアンカでいきます。ビアンカでファイナルスリル。ファイナルスリル決まってしまいました。それでは一緒に開けましょう。じゃあいきます。はい、3、2、1、0。選んで欲しいっていうのは、そこが俺嘘をついたつもりだったの。はい。でももうこんがらがっちゃって、はい、本当のこと言ってた。もうなんか分からん、わけわかんないからっちゃって。なるほど。うわあ、やっぱこれが広かった。そうだ、ね、いや危なかったあれ。所作は。あとなんか転がってたんですか？セリフの中に、喋ってる会話の中に。あ、それは、多分俺も見直さないと分かんない。これだって2回目ってもう当分ないってことですよね。ほぼなしみたいなことですよね、もう。いやいや、そんなことないよ。そんなモグラは3回やってた。ということで、はい、今回はすいません、残念でした。いや、確かに。でもそのなんか自分の人生観でやったんで、そのずっと最初に言ってたやつみたいな、うん、だからその僕の人生が間違ってたみたいな気持ちです今。考え直したいですね、生き方を。だからノーリスクじゃないのかもね、このゲームって。結局そうですね、牛田のものが多かったですね。ということで、ちょっとプーさんの方は1000回転ぐらいで。そうですね、それあよかった、はい、全然買い取るんで、はい、ちょっとお願いします。もしあったら家にそれ渡す時に、なんか1000円ぐらいで、うん、あ、その1500円でプチスリル。それもう動画回さず、はい、プライベートでプライベートで。ありがとうございました。いや、ありがとうございます。またぜひコンビで今度。ああ、そうっすね、大自然でね。いや、確かにあいつね、ロジャーは人間観察力というか。ああ、そうだね。合ってたんですか、あいつは。あ、ロジャーはしりとりのゲームやって、その時は。あ、はいはい。ちょっとこういう系。ああ、なるほど。心理戦ではなかったかな。
なるほど。頭脳ゲームみたいなんで、はい、そうそう、ロジャーは負けちゃったんだけど頭脳ゲームでなるほど、なるほど、ぜひコンビで、ぜひまたお願いします、はい、お願いします、今頑張ってください、あ、ありがとうございます大自然も YouTube チャンネルやってますので、はい、ありがとうございます、何、はい、だっけ、あの大自然チャンネルで焚き火ラジオという、焚き火ラジオだ、焚き火しながらおしゃべりするっていうのやってるんで、よかったらお願いします、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします、バイバーイ、大自然しんちゃんでした、ありがとうございました、ありがとうございました、あんまこの距離で逃げ道じゃないから